おはようございます。皆様お元気でしょうか。お元気です。お元気ですね。イエーイ。あ、年ですね。息が切れる。ちょっと待ってね。はい、おはようございます。今日は2024年の6月の25日、もう残りですね数日で今年も1年間終わっちゃいますけど、あ、どうも皆様お元気ですか。北海道立ち上がり船向け役豚店長でございます。よろしくお願いいたします。画角が遠近法みたいなでかいね。波打ってるしね。バイク、今日もバイク通勤してまいりましたけどね。今日は立石はですね、晴れてますけども、多分22、3度までしかならないかと思います。今週末なんかはですね30度くらいの予報になってます。で、今週末のお知らせから、じゃかじゃん、この方見たことあるでしょうか。アンジェラ佐藤さんというですね、北海道初のですね、初って北海道から出てるですね、大食い女王ですね。よくテレビなんかで大食い選手権だとかですね、そうですね、あとはなんだかハンターとか出てると思いますけど、この方がですね今週末日曜日にオシャマンベでですねイベントありますので、大食いがやるんですけども、で、大食い対決ということでですね、アンジェラ佐藤さん一人対3人一組でですね、かかってこいや状態でですねイベントあるんですけども、今までもこの手のイベントですね、登別だっていろんなところであったんですけども、私なかなかですね参加できなくて、登別の祭りの時にはですねもうやらせ状態でして申し訳ないんですけども、あの商工会だとかですね実行委員会だとか自衛隊だとか消防とかで、そういう人たちのチームでですね一般参加できなかったんですよ。意味ねえんじゃねえかと思うんだけど、してヘタレなやつらばっかだで、ちょっとも勝てないんですけども、アンジェラさんが4キロ食べるに対してですね、こちら3人1組のチームになってまして、戦う挑むと、ですから3人で4キロ食べるとか5キロ食べる、アンジェラさんは1人で5キロとか4キロ食べるという大会なんですけども、ありがたいことに今週末ちょっと用事があったんですけども、お誘いいただいたんで、あのチームの方からですねメンバーが足りないということでですね、アンジェラさんからお誘いじゃないですけども行ってまいります。オシャマンベに日曜日です。日曜日ですから6月30日、勉強会キャンセルしちゃいました。イエイ。だって僕にとってはこっちの方が楽しいんだもん。ワクワク。一度ねアンジェラさんとね戦ってみたかったし、アンジェラさんともサインも持ってるし、あのイベントの顔出してるとかですね、偶然に食べ放題の店で会ってるとか、そういうことありましてね、あら豚店長みたいな感じで、まあまり今で覚えてくれたかどうかは分かりませんけども、今週日曜日戦っていきます。もう私ね別名ジキルとハイドと言われてます。ジキルとハイド薬剤師なんで、食べるは飲むはでも食べないとき食べないみたいなですね、ジキルとハイドと言ってることとやってること違うだろうみたいな人間ですんで、あ、どうもどうもどうも、あ、今そう昨日ですね新情報でございます。新情報、ちっとも店の情報言わないんですけども、昨日ですねプレオープンだったですね、室蘭市海岸町にありますですね飲み食いどころ西魚さん、西へはあるんだ夢の国、にんにぎにぎにぎにんにぎにぎというわけじゃないですが、こちらの西行さんがですね本当は月曜日休みで鬼門だったんですけども、情報では昨日ですねプレオープン、お試しオープンということでですね昨日ありまして、行ってまいりました。もう二度と行けないです僕の場合はね、月曜日定休日でも、ここの店も日月休みで、うちと休みが一緒なんですよ。ということで二度と行けないランチじゃないですか。昨日行ってまいりました西行さんでですね、何を食べたかというと、板長ちゃんとお板前さんがいるんですけども、その方が作る料理なんですけども、駐車場も広くて、元はですね坪八室蘭海岸町通り店かな、こちらのお店だったんですけども、はい、メニューこんな感じ。お昼のメニューはですね肉料理、魚料理、あと天ぷら。マスターはですね天ぷらが得意だそうです。天ぷら得意なのでぜひですね天ぷら盛りの、天ぷら盛りも900円、肉料理も900円、魚料理も、肉はですね今週はとんかつ、お魚は煮付けで、天ぷらはもちろん天ぷらって価値になってますね。こちらですね900円でコーヒーがついてます。ちょっとコーヒーが、ね、説明なかったんですけども、実はですねコーヒーはセルフサービスになっておりますので、ご飯食べ終わった後にセルフで飲めますよと。でお酒もあって夜の部分もあって最高なんですけども、じゃじゃん、せっかくだから2個食べちゃいました。煮魚、これ煮魚の方ですね。こちら煮魚の方はホッケ、やっぱ丁寧で板長さすが板長。 YouTube の方でも上げてます、豚店長チャンネルで上げてますけども、昨日はショートと普通の方で上げてますけれども、西行さんこちらの方ですね、はい、
美味しかったですよ。ご飯もなんかおかわりできるのかな、足りなかったら言ってくださいねって言われたんですけど、肉食べてますね、これ天ぷら。こっち魚のとんかつの方も美味しそうだったんですけどね、他の方のね SNS で見たらですね、これで900円、こいつき。こちら天ぷらですね。で夜は天ぷらですね、もう天ぷら盛りっていうのもあるんですけれども、こちらのお店ですね、壁に書いてある天ぷらの品物ですね、例えば一番安かったのはししとうかなんかだったかな、100円だったかな、100円とか150円のはね串揚げ状態で安いんですよ。寡黙なマスターなんですけども、このマスターというか店長は板長がやるですね、料理美味しそうです。本当にお魚も美味しかった。夜もですね、すげーシンプルなんですよ。夜のメニューどれだっけな、これ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 、夜のメニューすげーシンプル、見えないか、見づらいな、後ろ映っちゃって、すげーシンプルで、まあ、読み上げちゃうと、一品料理お刺身3点、お刺身5点、だし巻き卵で、締めはミニ天丼600円、ご飯300円、茶そば700円、シンプルでしょ。魚も煮魚、焼き魚、いいでしょ、この潔さ。結局この焼き魚も種類書くと、その種類ないとその日できないじゃないですか。煮魚、焼き魚、アバウトな感じ、これいいね。揚げ物もすごい、天ぷら盛り合わせ1200円、ザンギ600円、ポテト500円、タコザンギ600円、タコザンギも、あと板長おすすめお任せほろ酔いセット、ビール、サワー、ハイボール、どれか一品、お一人より2品ついて1500円、お得でございます。ぜひですね、北海道室蘭市にお越しの際は太陽さん行っていただければな。まあ、その前にブタ店長チャンネルの方もね、登録のある意味ですね、見てください。でその後昨日はですね、これで終わらないがブタ店長でございます。昨日はですね、せっかくの月曜日バイク乗ってもらったら雨でやめだったんで、はい、昨日はですね4月の6月の16日オープンしたですね、土日月しかやってないお店、僕にとって最高です。土日月しかやってないお店がありまして、これがですね伊達市大田区、伊達市もですね合併しまして飛び地合併しておりますんで、伊達市大田区、大田区の大田区じゃ大田木村っていう名前だったんですけれども、実は私のですね親が最後そちらの方で退職しまして、実家が大田木にございまして、こちらの大田木の方に私住民票も一時置いたんで、実は成人式ちょうどあのあれです、皆様お元気ですかみたいな、あの頃ですね、セフィーロのコマーシャルが声なしになっちゃった、あの頃ね、昭和から令和じゃない平成に変わった時、その時はちょうどね成人式だったんですけども、はい、こちら大滝のですね有徳町というところにございまして、ちょうどパーキングエリアになっております。そこがですねトイレあったりだとかですね、前はお蕎麦屋さんもあって、ここに売店があったんですけども、ちょっと前はアロニアテーというお店だったんですけど、そこを改造してですね室蘭工業大学の大滝オフィスって形になってまして、こちらの方にですね大滝コタンというお店になってました。ちょっと渋いです、なんかメニューもこんな感じ、見えるかな見えないかな、潔くですねジャージー牛のステーキと松田畜産だかなんだか畜産の豚肉を使ったハンバーグ、ステーキハンバーグメンチカツしかない、1200円、2000円税込みですね。してね、日替わりスープとライスがついてるんですけども、このライスがですね美味しい炊きかけのご飯でですね、これがおかわりできる無料で行ってまいりましたよ。ちゃんと食べてきましたよ。豚店長しっかりと炊きっこたんって言います。こちらですね、土曜日曜月曜最高。多分バイクの皆さんもし見てる方いらっしゃいましたら、バイクの皆さんですね、駐車場バリバリ止められますんで、店内も素敵なお店になってますんで、ぜひですねバイクのお客様たちですね、週末土曜日曜北海道伊達市大滝区ですね、大滝の通り、ぜひこちらのお店寄っていただけたらなと。はい、プロモーションではございません。で食べたのは店こんな感じ、シンプルでしょ、いい感じでしょ。バイカーの皆さん、これハンバーグ美味しかったね。野菜もしっかりあるし、このキノコのソテーチュなんていうの、このキノコがうまかった。こちらの方は YouTube の方ではショートで上げてます。タキッコタン、タキッコタンですね、豚店長スペースタキッコタンで上げていただいてですね、そうするとショート動画のこれからですねロングの方を作ろうと思いますけども、忙しくて忙しくても店よりも YouTube の方が忙しくなっている豚店長でございますけれども、はい、こんな感じ、じゃーん、上からの写真でございます。おしゃれでちょっとやってますけども、そしてですね船岡薬局菜園がございまして、店の前でですね今日は初収穫しました。じゃじゃーん、あ、今日行ってきますか。ぜひぜひ、本当に、ね、昨日行けたんですよ、ラッキーだったんですよ。本当は、ね、月曜日は
作業さんね、休みなんですけども、昨日プレオープンだっていう情報を掴んだんで、マジかってことで、ね、一番客で行ってまいりました。はい。今日行ってきて、で、コーヒーの方は多分ね、向こう余裕なくて案内しないと思うんですけども、カウンター横っちかで、廊下側の方にレジの向かい側にですね、セルフのコーヒーがございまして、ちゃんと豆からドゥ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 って引くタイプになっておりますんで、ガリガリガリってですね。で、コーヒーの方は飲みきらない場合はですね、蓋をかけてですね、職場に持ってったり、車の中で飲めるようになっておりますので、西行さんの方ですね、コーヒーを持ち帰り OK となってますので、よろしくお願いします。連絡を今日も連絡でございます。はい、こちらの方が、船岡薬局菜園ですね。はい、収穫しました。はい、このバイオリンクシャカシャカのね、こちらの方かけてますんで、お高コースはかけてるわ。バイオリンクはかかってるわ。最高の一品でございます。こちらの方ですね、食べたらですね、美味しかった。甘くて。今年のですね、傾向としてはですね、家庭菜園の皆様ですね、背丈がいかない、ピーマンもそうです、背丈いかないんだけども実だけなるって、ちょっとやっぱ異常ですね。何が異常かと、あと米どうしましょう。米騒動、私煽っちゃいますけど、皆さんも本当に米騒動ですよ。昨日おとついですね、スーパーセンタートライアルというお店がありましてですね、夜にですね、ちょっと車のですね、部品を買いに行ったんですね。車をで夜の9時半10時くらい行ったのかな、土曜日だったかな、土曜日でも日曜日行ったのかな。そしたらですね、ひゅー、売り切れです、お米。それもですね、5キロ詰め、10キロ詰めあって、お一人様2袋までってなってるんですけど、米売り切れですよ。で、あるスーパー行ったら今度ですね、10キロ詰めやめて全部5キロ。なんなんだ今年の米は。まあ一説ではね、そのまあ9月10月になれば新米が出てくるから大丈夫ですよって言うんですけど、やばくない？でね、ある人のね、そのコメントなんかでは、いや、何も麦ある麺を食べればいいんだ、スパゲティでもパンでも食えば、小麦は実は自給率がむっちゃ悪くて、外国からの枠で買わされてるというね、まあ第二次世界大戦であのパンとね、脱脂粉乳の名残だと思います。これ以上余計なことは言いませんけど、私まだまだ死にたくないので、一定数は何だかミニマムとか米もいろいろ買ってますけども、乳製品も含めて買ってますけども、今ね、米またなくなったらね、小麦食えばって問題じゃなくなる。世界情勢でも他の国からね、日本なんかにおめ小麦なんか売ってあるかバカ野郎なんて始まっちゃったら、もう食べるもなくなります。はい、ですから今日はね、米はね、一粒一粒感謝してみましょう。米という字は知ってますか？88状態です。88ですよ。88か。四方八方にパワーが行くというですね、こんな話しながらね、週末お前大食い選手権出るのかっていうね、これは微妙なものはございますけど、おしゃまんべいで私出ておりますので、ぜひですね、おしゃまんべいの方でお待ちしておりますので、おしゃまんべいの方でステージで戦ってると思います。僕はまあつなぎですね、大した食べないと思いますけど、残り2人の方はめっちゃ食べる方なんで、あくまでメンバーの1人みたいな。でも本当米やばいです。で、米もやばいですけども、その米を吸収するのは小腸ですよね。小腸、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 大事みたいなとこになってますんで、さっきまでお前が何歌ってんだって感じですけども、本当に本当にね、やばいと思います。さあ、小腸のお掃除したっけ、シャカ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 ってやったらですね、うちのやつが言われました。あなた何目指してるの？何も目指しておりません。人生楽しければそれでよし。だって僕が目指したからって、これからね、旧ジャニーズに入れるわけじゃございませんし、渡辺プロから来るわけじゃないし、テレビの取材が来る。こんだけラジオに出たりだとか、ラジオ放送の残念もやってて、こんなに SNS やって YouTube やって何やってこうやって、こんだけね活躍してる、売り上げの悪い薬剤師、いまだにテレビ局も新聞社も取材来ない。なんでだろう。それは簡単です。私がボロクソ言ってることです。運命大高構想でバイオリンク最高、シャカシャカ。あと今日もね、今日も一本オイスタードリンク、ドリンクドリンクドリンクいきます。シャカ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 、この中に牡蠣何十個使ってると思う。うんうん。さあ、今週も頑張っちゃうよ。電話出ない、電話出ない。うん、うん、うめえ。やっぱり頼れるものは本物だね。ということで、偽物の薬剤師がこんなご機嫌をやっておりますけれども、今日も普段の結果18まで営業しております。今週は通常で今日から始まりましたけれども、
またまた飽きずに、あとできればブタ店長チャンネル、 YouTube のブタ店長チャンネルのあのチャンネル登録お願いします。でその時に通知いらないです、通知非通知でいいですから、あのベルマークオンにしておくと、私アップアップしすぎるんで、もうむちゃくちゃお知らせいっちゃいますから、いいの無視していいです。はい、非通知でいいです。はい、こう見えても今収益はあるんですけど、大したまあね、収益してもラーメン1杯2杯食ったら終わるだけの収益じゃございませんけれども、本当に一応 YouTuber はですね、収益があってですね、ってことは1000人以上の登録者がいて、収益がないと YouTuber となりません。それ以外の方は YouTube をやってるっていうだけです。はい、一応 YouTuber の豚店長、これだけやってても取材来ないとおかしくない？普通さ、テレビ局とかさ、新聞社とかさ、7年間何年間もラジオ放送やってんです、ブログを十何年間ほぼ毎日続けてんですねとかさ、普通は来るだろう。来ないんだよ。なんか俺外してるんだな。だから好きなこと言えるんだけど。ということで今日はまだ生きてますね。余計なこと言うと殺されちゃう、なくなっちゃいますんで。ということで船岡役部店長でございました。ではでは皆様、お付き合いいただきありがとう。貴重なお時間皆様と共有できましてありがとうございます。豚店長チャンネルフォローよろしくお願いいたします。じゃあねー。プシュッ、プシュッ、プシュッ、ごきげんよう。